あの台風から今日でちょうど1年です。去年の台風15号で大きな被害を受けた伊東市池地区の田んぼで今日稲刈りが行われました。竹藤さん、今年の出来どうですか？あ、グッド。今シーズン初めての稲刈りをしたのはこの地で農家を始めて30年の秋藤俊夫さんの水田です。去年の台風15号で伊東市の池地区はおよそ20ヘクタールにわたって農地などが冠水しました。秋藤さんの田んぼもおよそ2ヘクタールが3週間ほど水に浸かり、その7割ほどが収穫できませんでした。台風の爪痕が未だ残る中、黄金色に実った稲穂が丁寧に刈り取られていきました。おい、じゃあほら、いいよね。いや、上等だね。去年の悲しみをこれで乗り越えられるよ。乗り越えられる。そう、希望を失いないで一生懸命やってよかったなと。今年は長雨や日照不足の影響を受けましたが、8月に入って天気も回復したことから収穫量は例年よりおよそ 5% 増える見込みです。ここで取れるお米を待っていてくれる人がたくさんいるんで、その人たちに早く届けたい。米の収穫は今月いっぱいまで続け、伊東市内の JA などで販売する予定です。